はい、えー、3524回始めます月違う月、2024年10月19日、土曜日入ったところですね、はいうん、とあの3日ぶり、3日ぶりていうか、三日に一遍ぐらい来てるね、最近ね、早くね、ああの結構、うん、毎日5本ずつあげてるんでね、結構きついんですよ、まあそのうち4本、3本って減っていくと思いますよ、これ、<laughs> ちょっと無理だから、5本は結構。うんあの はい、で最近、どうだろう、うん、あの中東の方もうも、ん、イスラエル、今、報復するするみたいな雰囲気でいるんだけどあのイランに、ねうん、ミサイル180発かなイランにあの打ち込まれてそれで報復するって言ってながら全然あの静かにしている、まあ、ただ、何もしないってことはないと思うけどね、うん、今、そんで原油価格とかその、ね、あの中東情勢踏まえて 一時期75ドルとかねまた80ドル、85ドル、100ドルってね上がっていくのかなと思ったら下がってきてるね最近の小康状態でで今1バレル69ドル WTI つけてますねそんなに高くないね WTI1 バレル69.09ということで天然ガスの価格もそんなに高くないですよ為替、はい、の方がね1米ドル百五十 150円、またタッチして今、149円台にまたちょっとねあの円高方向に戻ってきてるかなということでまあ150円ぐらい148円、9円150円ぐらいでね推移している感じですね、まあ為替も商品の価格もそんなに変わらないまあまあまあ円安、ね定着するのかなって感じですね、定着というか。うん これぐらいで当面また今年来年ぐらい行くんじゃないですか140円台か、うん、150円挟んだぐらいで、うん、まあもしかしたら130円台入るかもわかんないけど、うん、っていう感じですまあ割と世の中ね落ち着いてるね、うん、ただ大山信代さんも亡くなったし、ね、西田敏行さんも亡くなったしね、あのー、私の何て言うのかな、あのー、生きてから生まれてからね物心ついてからずっといるような人たちがねどんどんなくなっていくっていうのは寂しいねはい。 っていうことです。そんなにね、世の中大きくね、大事件とかなくね、穏やかにね、過ぎてってるような感じしますね最近はジジドットコムからですねこれう ASEAN、ん、もうちょっと終わっちゃったのかなこれね ASEAN、うん、結束にほころびっていうことでね、あ ASEAN の,の会合あったみたいですねうん、ジジドットコム10月11日東南アジア諸国連合過去 ASEAN アア関連の首脳会議が終了したということであの日本の石破総理ねうん、総理大臣になって初の外遊みたいな 感じでアセアンにあの参加してました、ね、あのなんか石破さんが、ね、テレビで記者会見してるの見ましたよ私も ASEAN アアの会合を出て、ね、外交デビューっていうことで出てたんですけど、まあ、この記事、ね、G.com、ね、開催されて一連の首脳会議が閉幕したということで、うん、ただ ASEAN アア各国ね ASEAN、うん、アアは加盟国間の一体性ね を理念として掲げるが地域への影響力を増しているあの中国への対応には各国で温度差があるのが実情だと結束にほころびが生じてきているということでねまあ ASEAN マレーシアシンガポールあとどこだマレーシアシンガポールタイラオスミャンマー、うん、カンボジアあとベトナム、うん、フィリピンインドネシア、うん、ブルネイこの辺りじゃないですか。この辺り がアセアンに加盟してるんだけどもそうだねああのー、まあ、20年前30年前だったらねまだどこの国もそんな経済的に発展してなくてねあのーうん、発展途上国っていう位置づけでねいたんだけども最近まあね東アジアって言ったらもともとねずっと70年代1970年代80年代なんて言ったら先進国って言ったらダントツで日本だけでその後まあ ね、あの韓国台湾シンガポール香港あたりが続いてたっていう形でねその後ですよその4つの下、うん、今言った4つはね台湾韓国シンガポールあの香港はまあ,あの新興国っていう形でね日本に続くグループだったんだけどもニクスとか言われたねニーズとか、うん、その4カ国その後に ASEAN が続くみたいなね日本が日本がいて。 2番手グループがいて3番手グループに ASEAN っていうのがいてねで結束してみんな同じ方向を向かって発展していこうっていう形だったんだけどもうこの令和の時代ぐらいになった,なったらもうね東南アジアも随分格差出てきてるね。あので,で中国もともとねあの東南アジア言ったら、うん、あの文化も違うし肌の色とかも違うし宗教も様々だけどもまあまあまあ華僑ね 中国出身の、うん、あの、華僑の人たちが経済し仕切ってるってことでは、どこの国も一緒なんですよね、これね、で中国の影響力っていうのは、やっぱり色濃いですよ、この ASEAN は。で、あと国ごとに今、もう中国へのスタンスっていうのははっきり分かれてきてるね、見てると。だからもう、結束が揺らいでるっていうことよ。まあ、私なんかから見たら、もう ASEAN はこれ、解体してもいいぐらい、うん、の感じだよね。うんあの ASEAN、うん、っていう枠組みで政治的に何か決めようとかなんとかっていうのはもう無理よっていうのはもう中国べったりの国とねアメリカべったりの国と中立的な国とっていうのはっきり分かれてきてるから、うん、まあ中国べったりの国で言ったらあの例えばラオスとかねラオスとカンボジア辺りも影響濃いよねあとミャンマーなんかも今そうだよね内戦でやってるところ。うん とかさうん、あとアメリカ側っていったらもうフィリピンよ南シ,南シナ海でもうガンガンに中国にいじめられてるフィリピンなんていうのはもう絶対あっちにはいかないよね。うん、タイなんかはやっぱりスタンスうまいよねあそこね両天秤にかけてどっちつかずでねマレーシアもそうだよ。と、うんはい、いうことでねもう対中国のスタンスがもう国によって違うと、うん、いうこと。 ラオスは中国の支援で高速鉄道が整備されるなど中国依存が強いとそうラオスねはいカンボジアは中国の投資で投資や援助で経済発展を成し遂げそう軍事協力も進むということカンボジアそうここも中国べったりだよねうんあとカンボジアにうんあああとマレーシアねマレーシアはあの中国ロシアで構成される新興国,国グループブリックスね あのブ,リックスブリックスにマレーシアは加盟を申請しているということでマレーシアはその BRICS の方に寄りがちだと、うん、中国側に寄りがちだとあとインドネシアは欧米中心の OECD、ね、の枠組みの方こっちにあの加盟を表明し加盟するという向きを表明しているとでタイに関してはもうここうまいからタイは。 ブリックスと OECD 双方に加盟を申し出たっていうことでタイバランス外交の国ではねここ、うん、力があの均衡するとこなんだよねタイはあ地政学的に。で中国との対立が最もねあの一時しいのが南シナ海を領有権を,を争うフィリピンで。 アメリカや日本など連携を含めてるっていうことでね、このやっぱり、あ,あともう一角、ベトナム、ここもねあの、巧みなんですよね、外交を見てるとベトナム、あそこ、今、社会主義国だから、うん、あの基本的には、レッドチームなんだけど、あのねまあ、基本的に中国とね、あの領有権とか領土問題なんかも抱えてると、ベトナム。だけど、中国との友好関係を維持しつつ、 アメリカとの関係も深めてるってことでこのベトナムもねあの上手なのよ外交が、うん、中国への対し方中国との向き合い方一番うまいのこのベトナムではね何つったっあの何千年とつき合ってるわけだからうまいよベトナムは、うん、かといってねアメリカともねあのベトナム戦争してるしで社会主義国だからこのベトナムっていうのはねの参考になるね外交 に関してはここはもう本当に巧みタイとベトナムやっぱり巧みよ外交。ということでアセアンねこの,、うん、あのなんだ専門家の方言ってるねタイの国際政治の専門家バニタンパニタン氏は、うん、加盟国間での意見の相違が増えるほどアセアンの有効性は低下するって指摘してるけどまあまあまあ本当にもう、まあ、今回議長国ラオスだったらしいけどうん。 ASEAN アアは団結を強化することが重要だって言ってるけどまあまあそうなんだけど、まあ、これからこの ASEAN アアていう枠組みはねい、あのーうん、らなくなってくるっていうことはないかな、うん、ないけど、あのー、本当、形骸化してくると思いますよ ASEAN アアね今まで以上に薄れてくると思う、うん、もう、うん、中立国とアメリカ側と中国側とではっきり言って うん、分かれてきてるし、うん、で意見一致結束するなんてことはありえないと思う。まあうんということです東南アジアねもうバラバラだから本当にスタンスももう経済発展のレベルも下がってもう一番遅れてるのに今ミャンマーでしょあとラオスカンボジアあたりが遅れてて、うん、っていう感じかなでインドネシアベトナムタイあたりはうん。 いいい感じになってると思いますよこの 3, 3国サッカーも強いね、うん、サッカーも強くなってきてるしはいでインドネシアはイスラム国家だもんねうんでベトナムは社会主義国家だしでやっぱりね日本がこれからやっぱ参考にするのはベトナムとタイだよね外交のスタンスとして参考になるのは、うん、あのー、アジアで基本的に独立国独立を守ってきてる。うん あの歴史上植民地になったことない国ってのは2つしかないんですよ、あの日本とタイ、うん、ここだけですよね、他はもうね、あの世界史、ね、勉強してもらえば分かるけど、どっかしらの植民地になってるから、うん、日本とタイはね、やっぱりう,うまいよ、うんうまいあのー、外交が、うん、ただ、タイは相変わらずうまいね、タイと、あとベトナムはうまいね。うんはい 中国との向き合い方で参考になるのはやっぱりタイとベトナムだと思うよ、うん、日本もねここに参考にして日本はもう本当に遺憾です、遺憾です、ね、あのぐりぐり,ぐり,ぐり踏,み踏みつけられても遺憾です、遺憾ですドどういかなのかっていうぐらいね日本、最近は本当、ほんと中国に <laughs> 配慮して配慮してっていう感じだけど、うん、ベトナムなんか強烈よね、うん、本当にちょっと中国がけしかけてきたら5倍返しぐらいでいくからね、あそこ、1発目。 1一発目思いっきりカウンターかましてねそっから、うん、さあどうするみたいな <laughs> 感じにしますからあそこは、うん、うまいですよあれぐらいじゃないとねあの中国と接して付き合っていけないんでしょうねあそこね、うん、だから日本ももうちょっとね中国との対峙し方ねあの勉強してた方がいいと思うよ今のやり方ではこれ、ね、もうね政治の収枢 中枢国の中枢、ね、あと放送局の中枢、ま、メディアとかね、もう完全に汚染されてるから、中国の影響で、うん、あの工作入ってるね、明らかにね、だいぶ、うん、だからこのへ、うん、反スパイ法みたいなのは日本でも作るべきだと思いますよ、あまりにもちょっとひどい。うん っていうことです、ね、まあまあまあいいや、はい ASEAN、アセアンね、あの閉幕したんだけども、ASEAN、うん、各国の、ね、結束に、ほころびが生じてきてますよって話しました、はい私もそう思いますよ、ASEAN の存在意義っていうのは、これからどんどん薄れていくんじゃないですか、はいと思います、終わりたいと思います、チャンネル登録、高評価、お願いします、失礼します。